はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、土井善晴です。さあ本日なんですが、皆さんはこのキラーポテトというモンスターをご存知でしょうか。このモンスター謎のレガシーパックさん UR カードになっておりまして、まあ、このカードを今回は全力で活躍させるべく、デッキを組んでもらいました。これどういう効果を持っているかというと、レベル4の闇属性植物属モンスターでありまして、フェードのこのカードが効果で破壊され墓地を送られたら、キラーポテトじゃない攻撃力1500以下の闇属性を、デッキから攻撃表示でリクルートしてこれるよという効果になってます。だからまあこれを爆破することができれば、なんかそのまあモンスター湧いてくるよということですね。まあ結構のいろんなモンスター闇属性1500以下ってめっちゃいるんで、まあ、いろんなモンスター出してこれるんですけども、今回はこのキラーポテトを爆破するギミックとして、このスケアクローのギミック、まあ、ビザススタッフロストですね、このスタッフロストを採用してまして、このキラーポテトをスタッフロストで爆破することによって展開していく、ポテトクローというデッキをご紹介していきたいと思います。まあ、展開はね見ていただいたらわかるんですが、この、ね、ポテトをねスタッフロストで爆破するとね、すごい展開伸びるんですよ。はい、ものすごいね量のねモンスターがバラって並んで、しかもなんか最終盤面クソ強いというまあ、そういう動きができますので、ぜひちょっと最後までね、ご覧いただければなというふうに思います。早速このキラーポテトのパワーをねご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。あ、ポテト来た、ポテト来たわ。ポテトマジしきれんだけど、マジでこれこのゲーム、あ、ちょっと裏側やめて。ポテトがですね、ないと、ちょっと、見せたい動きが見せない、ただの、スケアクローみたいになっちゃうんで、ポテトを破壊したいです、俺は。ポテトを鍋にぶち込むことによって、このデッキ始まるんで、G か。なるほど。まあ、裏らあります。はい。はい。で、アイハブは裏ら押しまして、ポテトを爆破しますと、ポテトがですね、デッキからなんか新しい食材を持ってくることができるという、効果を持ってまして、攻撃力、まあ、あれですね、1500カロリー以下の1500カロリー以下の食材を持ってこれるという話がありまして、これでなんか目玉焼き3個持ってきまして、でスキアクロライトハートを出していく。でスキアクロライトハート君の効果によってライフォビア持ってくる。でライフォビアの効果を発動。これ一応これ何もなければ、まあ、ニビルあとちょっときついんですけども、まあ、何もなければなんかありえない展開が一応できますので、ちょっと見せていきたいなというふうに思ってます。スキアクロライヒハートを特殊版で効果増で、ライヒハートの効果によって、ノバを手段に変えていく。で、スキアクロアストラを特殊召喚しまして、で、一旦、黒シープを出しに行きます。でこのクリッターでサーチしてきたモンスターってそのターン効果を発動できないっていう効果があるんですけど、だから発動しない効果だったら大丈夫っていうなんか謎の、まあ、そういう裁定がありまして、なんかこのヒアレスとかってなんか特殊召喚するときに発動する効果じゃなくて特殊召喚できるんですよ。なんかそのチェーンに乗らない特殊召喚といいますか、そこどこだ、待ってくれ、たまにね出すとか間違いないな。で、ヒアレスこれ出せるんですけど、これクリッターで持ってきても出せるという話がありまして、でこれで、一旦スキアクロライトハートを出しに行きます。で、これ一旦バロちゃんをちょっと待って、リンク先上げができないんだ、ちょっと待ってね、黒シープのねリンク先を埋めてしまうとあかんので、こちらスキアクロライトハートを出すの間違いない。でこうして、はい、まあ、どうせ最後にねライトスキアクロライトライヒハとか出そうと思ってるので、でここでナチュルビーストとかいうバケモン出して、でこれで魔法カードケア、はい、ほんでビシャスアストラウド出す、墓地融合すると出てくる。で黒シープが特殊召喚のリンク先に融合モンスターが特殊召喚されたんで、自分の墓地からなんかモンスターを蘇生できるという やばすぎる効果ありまして、でこれでもう一回ゴミ箱にぶち込んだ、ちょっと待ってこれ破壊した方がいいか、これちょっと爆破してちょっとモンスター消すわ、なんか超融合とか食らわないように一応した方がいいな。で爆破します。なんか蘇生する必要ねえなこれ、ノバいいえ。で黒シープの効果でこれポテトをもう一回、ゴミ箱から、調理場に出しまして、でバロネスで叩き終わると、これなんと、このモンスター耐えないんで、謎にもう一回効果発動して、でデッキから激ヤバモンスター、デストロイミアイブリースを特殊召喚していく。これ超融合打てねえかこれ、イブリースあるから相手
普通にあれだわ、超融合打てねえから別に今残しててもらっちゃう。デスケアクロー、トライヒハート、爆弾、そしてリンクサーになったデストロイメアイブリッシャンの効果、えっで、モンスターゾーンに特殊召喚。これ相手ね、このモンスターがいるとリンクモンスター以外特殊召喚できないっていう縛りありまして、はい、まあなんかリンク召喚デッキとかだったらまあ一応いけるんですけど、リンク召喚系のねデッキじゃなければこのモンスターだけで積んでまして、でスケアクロートライヒハートっていうモンスターが一応モンスターをですね、これでいいかな、なんか全部モンスターが守備になるっていうね効果があるわけですよ。トライヒハートくんがいると基本的にリンクモンスター以外ね、だからね自爆特攻もできねえっていうの、激肝盤面ができます。はい、キラーポテトプラス、ビサスアストラウドからヤバすぎる展開をする、これがポテトクローというデッキですね。はい、コアトルいいでしょう。これ相手キマイラっすな。キマイラはちなみに融合デッキと、言われておりますので、まあ、多分このロック解除するのかなり厳しいと思います。はい、デストロイミアイブリースがもう元々積んでしまう、そうそう、融合カードを発動しないと意味ないし、超融合打てないし、だから結構ヤバいこと起きてんじゃねえかなという話あるんですけども、あ、これ一回リンク召喚すると一応あれですね、ロック解除できますね。あー入ってる、やばい、やるじゃん、入ってる、入ってんの、やらない、やるよ、まあ、ちなみに融合でね、これ例えばガーディアンキマイラとかでマックることはできない、なんでかっていうとバケモンビーストがいるから、まあ魔法から全部融合なんで、はい、ベルテアナコンダの効果、2000ライフポイント支払って、あ、楽融合入ってるタイプか、まあ、それは普通に向こう、ミラージェイド出てきたら鬱陶しいので向こう、なんもない。あ、でも一応こっからは一応展開できるんですけど、まあ、召喚権使ってましたけど、相手さあどうするんでしょうか。はい、もう展開通ったらマジ強ないこのデッキ。キラーポテト一応なんか闇属性の1500以下だったら何でもリクルートできるんで、マジで可能性の塊ではあると思うんですよ。でしかもこれ植物とかでローファイアブロッサムとかからリクルートできるんで、なんかね結構ね可能性はいろいろね感じると思う。あ、ちょっと待って、これ勇者ギミックはここに打った方がいいか。まあ一応旅路のサーチに打つっていう説もあるんだけど、まあ素引きされてたらちょっと世界終わり。これ持ってないことを祈る。結構ね、あ、出たシャリだ、出た、これオレオレ対決じゃん、これオレオレ対決だ、カレー VS 寿司みたいなのがあるね、これ。ああ、小学生の好きな食べ物ランキングだと1位2位を争ってると言われている寿司とカレーライス知らんけど知らんけど、ちょっと白魚型特務官はちょっと黙らせるわ。これどうすか、これ止まっていただけます、これ止まっていただけると嬉しいですね。勇者寿司ってやつですね、これね。勇者も確かにギミック的に相性いいですからね、まあ、ちょっと枠がなくて俺結構入れられるかとか怪しいんですけど、あ、結構止まってくれた、でかい、これはこれはでかいぞ。異世界ペルレーノ発動、ペペペペル、何フィールド魔法あるから伊達上がってる、白魚草、白魚の伊達上がってるの草で、キラーポテト召喚で、ビサススタフロスト、爆破して毒召喚。これちなみにジャガイモと、あ、うららきつ、うららきつ、マジかよ、やるやん。まあまあ、でもこれに裏食らっても一応展開できるように一応このデッキはなってるんで、一応頑張りましょう。はい、キラーポテトのリクルートは、まあ、G もウララもめっちゃきついと、言われておりますのでね、まあ、ちなみにユベルとか強化来たら一応ユベルとか、と相性がいいとかも言われてますね。はい、あ、まあ、ユベルってファントムオブユベルっていうね、最近なんか OCG でもありえないほど高騰してるカードがありまして、1枚4000円ぐらいで買い取りされてるとか、1枚5000円ぐらいで売ってるって話聞いてますけども、はい、元々のなんか本2000円なのになんかカード5000円とかおかしいだろっていうね話なんですけども、供給量が多いんじゃなくてなんかファントムオブビューレめっちゃ高いってね、いう話を言われてますけども、一旦ノバをね、ぶち込んで、スタフロストを爆発させていきますよ。1回ね、1回、一旦ほんで、スキアクローは出しに行ってもいい、こうでしょ。これどうすんのが正解だ。これ一旦爆破するか、一旦爆破して、あ、これ効果で破壊されないのはこっちのフィールドでもいいんだやば、テキスト読むでなった、テキスト読むでなすぎ、マジか、フィールドゾーン、あ、これこっちでもいいのね、くっそ、うざ、
ちょどうしよう、待ってミスった、やばい、完全に白魚がトムカンの効果勘違いしたわ。一回除外するか、じゃあ破壊できないんだったら除外する説あるな。ちょっと待ってねちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。一旦こうするのがいいかもしれないな。こうしてで、リンク先に出しに行って打点上げればいけんじゃねえかこれで。ま、スキャクロライトハートを蘇生させてで、シンクロして除外する。チューナーいないのにシンクロできるのちょっといかれてるけどな。でこうしてリンク先はいいね。でカオスアンヘル爆弾で効果起動する。でお前消えろって言って除外させる。 OK でさらに融合して、これでもさ、これの展開でさ2面除去しながらワンキル取るにいけるの強くね、これ普通に。後手もまあまあいけんじゃねえかっていう説あんの。これ誘発2日間過ぎて無理か。ビシャスアストラウドで黒シープの効果起動する。これリンク先に融合モンスターとシンクロモンスターがいるんで、なんか全モンスターの打点がアップするんですよねこれで。まあもちろんキラーポテト特殊感あ、これキラーポテトフィニッシュいけんじゃね。キラーポテフィニッシュいけるのでは、バトルでは来たわこれ。え、あーだるい、グリフォンライダー何。はい、メインフェーズは続きましょう。これ足りてる説ある。これ俺の神がかった算数能力によるとこれ足りてるな。バトルフェーズ俺の神がかり算数能力によるとこの盤面打点足りてるっていう。黒シープの打点上昇めっちゃ強いっていう説ある。これきた、アルティメットポテトパンチゴーキラーポテトにキラーされる気持ちどう。まあハンドはまあまあ強いな。でもなんかハンドはまあまあ強いぞ、いける可能性はある。これレベル3みたいに何出てくるやつこれ。ああ、これは親顔か、親顔な。いや俺死にそうだなこれ。レベル44体でダランベルシアン、これで何サーチするかどうか問題ですよね。はい、まあ、これで、あ、デブッキからレベル4モンスター行った予定内に入る。へえ、なるほど。イクナイトドラグノフ、わからん。ベビキャラサウルスだと。エボルダーアリオス、やばやばい、エボルダーアリオスがいうバケモン出てきた。やばいやばい、ちょっとエボルダーアリオスはやばい。普通に深海の得意点セットされた、まずいかもしれん。おお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 おすげえ出てくんなおい、すげえ出てくんなおい。ヘルカイトプテラだと、やばいこと起きてるぜ。融合、やばいやばい、ちょっと待って、マジでやばいこときた。でエボルドポリスが何すんだっけこれ。え、強制進化をセット、強すぎバルタで融合発動。あーで、これあれか、あのヘルホンドザウルス出てくるやつこれ。エボルダーリウスとヘルカイトプテラ、うわ出た、ヘルホンドザウルス、やばい。ヘルホンドザウルスからのフィールド魔法大きい。これ何大きいやつ、魔法族の里、やばやばいやばい、魔法族の里やばい。エボルダーテリアス、もう誰だよお前、もう誰やねお前、誰やねレベル62体やばい。このラーズだ俺、うわ来た、エボルカイザーラーズ来ちゃった、まずい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 。でしかもなんかまだあれじゃん、これレベル62体多いやん。おわふざけんな、ラーズダブルラーザやばいって、ダブルラーザやばいって、究極進化がまんのやばないそれ、ほんまにやばいってそれ。あかんやろ、オーバーテクスゴアトルス、魔法トラップ使えないですけどね。あ、キッコ勝負キャーってことこれ、なるほど、やるやんけ。これなんかオーバーテクスゴアトルスなんだねこれ。俺うわーやば、ちょっと待って、これもしかしてトリプルラーズってこと、トリプルラーズってこと、もしかしてやばすぎやばすぎ、やばトリプルラーズはあかんやろ、効果無効6回、どうすんのこれ、効果無効6回ですか、さすがにやばない、それはガチでやばいこときた。ちょっと待って、とりあえず展開だけはするわ。展開はできるんで一応で、これ破壊はないから効果も発動しいな。
っととりあえずラーズの存在だけ吐かせる。いやでも6回無効ってさ、手札6枚しかないよね俺。手札6枚しかなくて6回無効ちょっとやばすぎないですかね先生。ちょっとこれどうしたらいいですか、教えてください。ガチでやばいこと起きてるって。これ、まあ、とりあえずリンチ召喚をするわ。でスケアクローライトハートくん出します。でライトハートくんの効果を起動。さあ、サーチング入れるぞ。ちなみに魔法使いなんて採用してねえからな、魔法カードなんて打てねえぜ一切。ビサススタフロストの効果を発動するぜ。スケアクローライトハート爆破して特殊感するぜ。これ一応シンクロはできるな、一応シンクロはできそう。で、スケアクローライトハート君が一応ビサススタフロストで出てこれて、これあれだね、これさ、トライヒハートまではいけんじゃね、トライヒいけるな、トライヒいけるの。てかこれアンゲル出したらさ、これさ、相手これアンゲル抜けないんじゃね、盤面的に。これ今光闇素材にしてるんで戦闘破壊されなくて、フィールドのそのシンクロモンスターは効果受けないみたいな、やつあるんですけど、これ魔法族の里を除外するって言ったらこれいけますもん。そうですよね、お、ちゃんと相手テキスト読めてんな。これ俺これいったんじゃないか。だってこれ相手さ、アンヒル抜けないですよね。これ3500効果受けないモンスターの、まあ、魔法トラップ受けるんですけど、無限保養とか、まあ、ちょっと一回リンク素材になるとだるいので、リンク数はちょっと稼がせないで、まあとりあえずセレーネは爆発させまして、トライハートじゃない、ライトハートくんはどうでもいいわ。メイン2入る。これ一応魔法カードは発動できる。あ、やばい、ちょっと待って、これさ、ライトハートこれサンドバッグにされない、これ待って、これアンゲル戦闘破壊体制あるから、やばい、ライトハートサンドバッグされる、やばい、これライトハートサンドバッグされるよこれ、マジ。ちょっと待ってくれ、ガチでやばいこと来た、サンドバッグはやばい普通に、じゃガチでやばい、それだけは伏せかなあかん。ちょっと待って、ライフオビアが無効したな、ライフオビア無効にされた、ちょっと待ってくれ。これやばい、カオスアンゲル君の戦闘破壊体制がこれ無駄に強すぎて、やばいことが起きてるぞ。いやこれ移行するしかねえんだよな。これもうちょっと一回こうして、でビシャスアストラウド出し行って、でビシャスアストラウド君の効果起動して、破壊するのがここモンスターの効果多少なんだよこいつ、やばい普通に。なるほど、やるやんけ、やるな、やばい、ガチでやばい。やばい、ガチでやばいこと起きた、ガチでやばいこと起きちゃって、カラリームはってなって、もすごくないこれさ、エボルカイザーラーズの素材4回くらいもう吐かしてるの、すごくないこれ、結構すごいですけどねこれ、私割とやってますけどね。はい、はい、なるほど。ノバはどうすか、ノバでアストラ蘇生したいんですけど、どうすか。エボルカイザーラーズ5回吐かしてるの、やば、エボルカイザーラーズの効果5回吐かしました、やばいっすこれ普通に。なるほどね、まあ解除してやるよ、戦闘外体制をな、いけスキャクロー、トライキーハート、バックタン、お前ら全守備になれ、よし。これちなみに守備表示モンスターが発動した効果は受けませんので、スキャクロトライヒハート君は、まあ、今無敵といったところですね。これ来た、エクストラもないぞ相手、これもう相手トライヒハート抜けないんじゃないかこれ、来たか、トライヒハート抜けないの電話問題あるよなこれ、メインフェス終了前いいですよ、まあ、これ出してもあんま意味ないですもんねこれね、メインフェス終了前いいですよ全然、これマジで相手めちゃくちゃ困ってるぞ。トライヒハート抜けなくて困ってるぞこれ、来たかもしれんぞ。まあ、カラリウムの効果を起動して、さあどうしますかと、さあどうしますか。俺エボルカイザーラーズの効果6回吐かせたのすごくないこれ、これだいぶすごいですけどね、皆さんこれがねスケアクローというデッキです、ぶっ殺すバトル。おお、今、3回4回攻撃いけば一応
ちょっとまずライトハートは意味ねえけど、スケアクロートライヒャートで相手のエボルカイザーラーズを爆発、よしよしよし爆発、うおーらー、お爆発おい、トリプルラーズ、トリプルラーズ処理したぞ俺、すごないこれ、トリプルラーズ処理できたのマジやばすぎるでしょ、神ゲー起きてるけど、え、これもだって相手エクストラないからもうほぼ無理なのではっていう話あるよね、マジやば、トリプルラーズまくった